こちらからオファーもせず、戦いに飢えてる人たちって感じかな。一緒に日本一決めようよ。戦いに飢えてる人たちを集めてると言っていたので、僕より強いやつをね探しに行きました。スピードでなんかちょっと自信があるので結構いけちゃうんじゃないかなって思ってます。モン吉ラーメンさんの10キロ一応完食しております。はい。昨年医師免許を取って、今は研修医2年目で外科医を目指しています。特技は柔道と筋トレで、柔道では何度か、大会も優勝したことありますし、筋トレはベンチプレス約70キロ上げれます。東京の住まいで、職業は会社員で、特技は大食いでラーメン二郎で。2ロット半、一応そのお店の席が5人、1ロット5人だったんで12人分くらいですかね。群馬県から来ました。特技は大食いと、条件さえ揃えば分身術が使えます。画像を見た限りネギとスープとラーメンと割と単純な具材なので、なるべく麺にスープを吸わせないように工夫しながら無心で突っ張って突っ走っていく感じです。大食いは昨年始めたばっかりなので、まだ実績らしい実績は持ってないんですけど、先日ラーメン定食6キロを完食してきて、まだ成長途中っていうような形ですね。この間バーガーキング大きいやつ1個 600g を8個食べました。30分で1回ラストオーダーになってしまうんで、それで7個食べて、最後のラストオーダーで8個食べて、時間45分だったんですけど、45分以内に8個食べたんです。始めた時は4キロぐらいしか食べれなかったんですけど、現在はその倍食べれるようになったって感じですね。今回は僕が優勝するんで一緒に頑張りましょう。スピードでちょっと自信があるので追い抜かれない、1人抜けして勝とうかなと思ってます。よろしくお願いします。俺が勝ちます。マックス鈴木さんの4ヶ月の経過を見ていきたいと思います。髪が生えてきたという実感、多少は感じられますかね？ありますね。はい、順調にこれからどんどん生育していくんじゃないでしょうかね。では待合室というか、来られた方ですね。こちらソファーが2つほど、第一手術室入りますけど、患者側からするとすごい大事なところで、結構ここでなんか心落ち着かないっていうのは、これだけ広いとすごいリラックスできていいですよね。